MLB、平均年俸、6.5 億円。NPB、平均年俸、4312万円です。ちな、MLB はさっきから 5.9% 増。ひろゆき、今メジャー行かない選手バカです。せやな。こんなん日本おるやつアホやろ。大谷の年俸ソフトバンクの総年俸という事実。こんなんでも韓国リーグ、台湾リーグ、メキシカンリーグよりは高い。公営権ビジネスやれよ、少しは上がるだろ。プロ野球に限らず、スポーツ放送はタダで見れて当たり前と考える層が日本では多いので、有料だとそもそも見てもらえなくなるし、サッカーのように海外にコンテンツとして売れないようでは、結局はマーケットは国内だけになってしまうから、公営権ビジネスもそんなに有望ではなさそう。プロ野球だけでなく、日本経済のあちこちで言われている話のような気もするが。選手会の FA 短縮派真っ当な要望だとよくわかる。これだけ選手の稼ぐチャンスを奪ってるわけだからな。ご視聴誠にありがとうございます。